BMW R75 前方、BMW R75 後方 BMW R75 は、BMW 製のサイドカー付きオートバイである。主に第二次世界大戦中のナチスドイツ軍において、使用された。その羊は、やや特殊で、オートバイではあるが、サイドカーの装着を前提としている。サイドカー側の車輪もレバーで駆動させることができる。 パートタイム二輪駆動構造になっていて、不正地走破性能は当時のサイドカー付きオートバイとしては非常に高いものであった。戦後、本車両のデザイン、二輪駆動構造を模倣、参考にしたソ連ロシア製、イムズ、ウラルや、現ウクライナ製、KMZ ダネプアが現在でも製造されている。また、戦後の東ドイツでは、本車のエンジン改良型、 アワーをマイナス700というサイドカーも製造されていた。なお、後年、BMW R75-5 と呼ばれる車種が生産されたが、これは、蒸気車種とは、エンジンのシリンダーレイアウトなどに共通性を乱すことができるものの、実質的には別の車両である。BMW R75 は、よく世界初の二輪駆動型サイドカーと誤認されるが、少なくとも百二十九年には、 英国の EN、防音により2輪駆動型サイドカーが生産されている。ありがとうございます。